河原林城は、兵庫県西宮市にある日本の城跡現在は、日野神社の境内に石碑があり、日野神社が河原林城の跡地の可能性が高いが、遺構などは発見されておらず、また別の場所との指摘もある。日野神社の森兵庫県西宮市日野町にある。河原林の地は、向こう側の西岸にあり、西国街道から2キロメートル南下した場所にあり、 四国や淡路から西宮に上陸した武士集団が京に向かうとき、この地域を通って、西国街道へ出ることもたびたびあった。日野神社が河原林城の城内にあった神社の可能性がある、ため、日野神社説が有力であるが、河原林正よりの墓がある極楽寺周辺では、なかったか、という説もある。いずれにしても有力な意向や明確な場所がわかる、文献が発見されていないので、 場所の特定までには至っていない。河原林城の文献の所見は、兼務3年4月13日、縦籠河原林城閣、うんるんというのがある。赤松の利村の家臣、岸吉氏によって築城された。足利高氏が九州から上陸を阻止する役目だと思われる。同年5月25日、港川の戦いで、甲子モデラ城及び遠征寺城から、 南朝軍が来航したのでこれらと戦った。その後、しばらく、河原林城という名前は古文書類から、姿がなくなる。次に登場するのは、河原林政さよりの時代である。河原林城は、河原林政さよりの居城となっていたが、小清水城を築城すると同時に居城を、小清水城に移し、以後小清水城の市城になったと思われる。最後は、 河原林正よりの子孫と思われている河原林三河守である。織田信長方についていた河原林三河守であったが、元気元年9月28日、篠原長房より、不意打ちに遭い、防御施設が乏しかった河原林城は攻め立てられ、106名が討ち死に。河原林氏はこの時を最後に滅んでしまったと言われている。なお、この戦いは、 小清水城ではなかったかという説もある、日野神社との境界のおがは、ありがとうございます。